はい、どうもピチピチになってくたんと申します。流行り神実況プレイパート48始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで、兄貴がお父さんのねちょっと仕事現場を見たいなと思ってちょっとついてきたところ、後をつけてきたところなんですけれども、表札がね、それ霧崎って書いてあるよね。自分家に帰ってきちゃったんかなっていうところよね。あれ、ここは柱の鍵から見つからないように様子を伺ってみると、父さんがいるのはなぜかミクの家の前だった。あれ、これミクの家の前、霧崎じゃない、これ梅雨崎って書いてある。あんま見えへんないけど、ちゃんと父さんは玄関先で何やら話をしているようだが、ここからではその相手も内容も全くわからない。結構近づかんとあかんよね。どうしよう、近づいてみるか。水明出てきなさい。あ、バレてるバレてる。こっそり後つけてるのきっとバレてる。え、つけていたのはわかっている。出てきなさい。ずっと前からバレていたのか。俺はとぼとぼと父さんの元へと歩みを進めた。すみません、私の息子の水明です。え、いつからバレてたんやろうね。こんばんは。こんばんはの時間なん？あら、霧崎くんじゃないの？水明、友達も呼んだらどうだ？え？同じ反応しちゃったやん。兄貴と全く同じ反応したよ。君たちも出てきなさい。え？それは知らんかった。ついてきてたの？それは知らんよ。私は。父さんは電柱の方へと叫ぶ。そこから厚子と太野が顔を出す。それは知らんよ。アツコ、タイノも、君たちまで来てしまったのか。すみません。君たちは帰りなさい。これは大人の仕事だ。父さん、どうしてミクちゃんの家に用事があるの？それに仕事ってどんなことなのか知りたいんだ。ね、何してるんやろ。ダメだ、それはできない。霧崎のお父さん、僕からもお願いしますよ。なんだか僕の好きそうな匂いがするんです。一行目はさ、良かったけど、二行目は余計すぎるでしょ、その言葉は。遊びじゃないんだ、分かってくれないか？わかりません。オカルトの匂いを嗅いで、それでそのまま帰れななんて、それはひどいですよ。いやー。これは帰ってほしいな。さすがにこれは帰ってほしくなっちゃうな、逆に。父さん、どうしてもダメかな？わかった。だが仕事の邪魔はするなよ。特に、タイノくんか？ね、一番なんかやらかしそう。もちろんですよ。そんな邪魔だなんて。なあ、霧崎。ああ、邪魔はしないよ。僕は、ただ知りたいだけやけど、ね、その父さんの仕事をね。タイノはね。じゃあ中で詳しい話は伺いましょう。よろしいですか？もちろん。父さんが仕事をする姿、それは新鮮だった。いいんやね。入れてくれるんやね。オカルトオカルト言うてたのにね。嫌やん。普通嫌やん、なんか。ああ、飾ってありますね、家が。俺たちは応接間に通された。応接間。仏間と応接間、剣って感じ？隣の部屋に続く扉が開いたままになっている。ああ、応接間と仏間が隣り合わせってことか。そこにはミクのお骨と遺影が置かれている祭壇が見える。なんだかまた現実に引き戻されたような感覚がする。今までの出来事はすべてミクの死を忘れるためにしていたこと。そう思っていたから。サトル君に再び電話をかけることを俺が快諾したのも、それはアツコを安心させたいという気持ちからだった。犯人が捕まっていない現在。アツコはもしかしたらサトル君という姿の見えない犯人像に、怯えているのかもしれない。まあ、なんか、サトルくんが殺したというよりは、サトルくんはあくまで、未来が見えへんから黙っちゃったっていうだけの存在のはずやもんね、今の都市伝説やったら。で、実際殺した人がおるんやもんね。そう思ったからだ。それでは、アツコがあまりにも辛すぎる。それで、ミクさんの遺体が亡くなったのは、いつのことなんですか？ん？あれ？遺体が亡くなる？お骨あるんじゃない？唐突に父さんが口を開いた。え、じゃあその葬儀の時にはもうなかったの？
一瞬父さんの言っていることがわからなかった。ミクの遺体がなくなった？では、あの骨壺にミクは入っていないというのか？まさか。告別式が終わった後のことでした。ミクの母親がゆっくりと語り始める。一目顔を見ようと思って棺桶の蓋を開けたんです。そうしたら、空っぽ？えっちゃん、火葬場には、どうした、火葬場どうしたんやろね。すでに遺体はなくなっていたと。まあ、火葬場行くんって身内ぐらいやと思うからさ、近しい人だけやと。やから、そこでなんとかしたんかな。なんとかというか。はい、ありませんでした。棺桶が、いえ、ミクさんの遺体が一人になる瞬間はありましたか？そうですね。ほんの数分間だけでしたけど、告別式が終わって親族だけで食事をしていた時に、そうですか。まあこんな亡くなるなんか思わへんもんね。目離したって言っても、親族で代わる代わる遺体を見てはいたんですが、ほんの一瞬全員が式場から離れた時がありました。一体どういうことだ？ミクの遺体が亡くなった？誰かが盗んだとでも言うのか？だが、何の意味があるというのだ。ねえ。父さんはミクの母親と話を続けている。しかし、俺の耳にはそれがどこか遠くで話されているように聞こえていた。あまりの出来事に混乱していたのだろう。父さんの言葉にタイノが何やらわめいている。静かにしなさい、あなたは。キョンシーがどうとか言っているが、キョンシー登録。それよりもミクの遺体が亡くなったというのは俺の常識からは考えられない出来事だ。ねえ、そんな運び寄ったら見つかりそうなもんやと思うんやけどね。そうでしたか。ありがとうございます。どうやら父さんの話は終わったようだ。ほら、帰るぞ、水明。あ、うん。タイノは黙らせんでよかったん。うるさいポカンみたいな。結局父さんがどういった仕事をしているのか。それに対する答えは十分に得られないままだ。探偵的な？何かの捜査をしているんだろうか。警視庁？それくらいの見当しかつけられない。そんな状態に俺は多少の苛立ちを感じた。苛立ちというよりも残念だったという感想の方がより近いのかもしれないが。また謎が増えたね。犯人は誰なのかっていう謎も含めて。夕方になったね。さっきこんばんはって言って入った気がするんやけどね。河原。いい風景画ですね。これを学校の宿題に提出しましょう。タイノくん、さっき聞いたことは口外しないようにお願いするよ。はい、わかっています。ほんまか？すぐ学校のみんなにベラベラ話すんじゃないやろね。タイノはニコニコしている。キリサキ、お前の父さん、かっこいい仕事してるな。僕、憧れちゃうよ。ああ。さっきから何を考えている水面？いや、なんだかいろんなことが起こりすぎて、ちょっと混乱しているんだ。まあ、そうよね。その死体が消えたっていう話知らんかったもんね。そりゃびっくりもするよ、普通。サトルくんのことを考えていたのか？そのセリフだけ聞くとなんか、恋する女の子にかける言葉に、みたいなね、セリフに見えるけど。違うよ。だってあれは、いたずら電話だって言うんですよ、こいつ。タイノは、ふてくされて、父さんにそう言った。かけたのか？サトルくんに電話を。タイノめ、余計なことを。あれほど言っただろ？サトルくんには気をつけるようにと。ごめんなさい。大人が言うってことはね、なんかよっぽどなんかなんやと思うけど、なんなんやろ。やっぱり、サトルくんは本物なんですよね。まあ、本物というかだな。でもあれは普通の留守電メッセージだったよ。本物だなんて、嘘だよ。まあ、それはいいだろう。ところで、何でしょう。何ですか？みんなの学校で流行しているサトルくんの噂。それはどういう種類のものなんだね。あ、なんか話がね、こういう都市伝説って、どんどん変わってコロコロ変わって伝わるっていう話もあるからね。それが関係しているのかもしれない。それはですね、サトルくんは未来を教えてくれる、そういう噂です。簡単に言うとですけど、あら、アツコが、突然アツコがそう答えた。タイノはポカンと口を開けている。アツコちゃん、それはどこかに電話をかけるという方法を使うんだね。
そうです。サトルくんの電話番号に電話をかけるんです。なるほどな。大体は合っているか。他にも種類があるんですか？サトルくんの噂って。タイノは興奮気味にそう言う。聞くだけ聞いて何も教えてくれへんの？とにかく、サトルくんには不用意に近づかないようにすることだ。わかったね。もう電話をかけないようにするってことしかできんよね。近づくって言ってもね、もともと電話でしか、ね、近づけへんかったわけやし。じゃあ気をつけて帰りなさい。はい、わかりました。タイノは完全に父さんに心酔しているようだ。桐崎くん、またね。アツコの声はどこか暗い陰りがあった。だがそんな彼女を気にかけつつも、俺には後ろ姿を見送ることしかできなかった。俺が送るよとか言ってあげたらいいのに。でも多分父さんに普通に連れて帰られてるんやろうね、今。そしてお家。ねえ、父さん。なんだ、水面。どうして父さんがミクちゃんの遺体の行方を調査しているの？調査。それが父さんの仕事だからだ。仕事？なんか、あれ職業って出てきてたっけ結局。ああ、父さんは普通の警察が扱わないような事件を専門に扱っている。もしかして編纂室とかにいるんですか？こういったファイルに記された奇妙な事件を調べて解決するのが仕事なんだ。そうだったんだ。父さんは、持っていたファイルをテーブルの上に置いた。あ、名前あれか、桐崎同盟って書いてあったが、なんか前見たよね、このファイル。桐崎水明なんじゃないのって思ったけど、お父さんの名前か。その表紙には非公認事件と書かれている。父さんはサトルくんの噂は本当だと思っているの？ミクちゃんの遺体が失踪した事件、それには関係があると思っている。失踪？ああ、失踪だ。どうして失踪という言い方をするのだろう。遺体がなくなったなら消失というのでは？父さんの言いぶりはまるでミクが自ら姿を消したかのように聞こえる。実は死んでないとそんなことないよね。なんだかまた頭が混乱してきた。新しい情報が多すぎる。それがいわゆるキョンシー的な話？俺は、ああ、選択肢。今回のね、お話選択肢あんまりないんですよね。ちょっとじゃあ、ポイント使ってみる。父親の仕事について聞く。今回の事件、これも気になるんやけどね。混乱してきたのでね、まあ、これはなしとして。じゃあちょっとポイント使って聞いてみようか。仕事について聞いてみましょう。ねえ、父さん。父さんの仕事って、どんな仕事なの？ん？どうしたんだ急にそんなこと。いやー、ちょっと気になって。そのファイルと何か関係あるんでしょ？そのファイルにさ、サトルくんとか書いてなかったっけ？もともとね。父さんは何も言わず手に持っていたファイルを開く。ふとそちらに目をやると、そこには知らない名前がたくさん並んでいた。その名前のそばに書かれている年齢、その多くは10歳から15歳、小学生から中学生までだった。なんか結構、あれなんかな。小中学生が結構、なんか殺されるような事件が起こってるんかな。そしてその名前が書かれたリストには、サトルくん関連失踪者リストと太い文字で書かれている。そうなんや。はぁ、あ、はぁ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 。そしてその中には当然のように原田美久の名前も記されていた。ぼーっとそれを見ていると父さんと目が合ってしまった。悪いことをしているような気がして、俺は思わず目を伏せてしまった。おそらくだが、父さんはゆっくり切り出した。ミクさんの失踪は、サトルくんという都市伝説と深く関わっている。いや、ま、そうなんやろうけどさ。あくまで都市伝説やもんね。この都市伝説に関わった失踪事件が、近年相次いで起こっている。彼女もその一人だと考えていいだろう。近年ってことは結構長らくってこと？そうなの？お前たちも無関係じゃないんだぞ。え？サトルくん遊びをしていたんだろう？まあ。ね、うん、兄貴も結局電話かけちゃったしね。うん。お前らもまだ安全ではないんだ。
そんな危険な遊びだとは思っていなかったか、水面。そりゃね、そんな風には思ってなかった。だから厄介なんだ。こんな風に遊びとして定着してしまう都市伝説は特にな。ね、こっからどう殺人にさ、だって繋がるのっていう感じするもんね。まあお前たちは父さんが守る。安心しなさい。頼もしい、かっこいい。ってところで電話やね。柿の種くんと同じ着信音やね。母親に呼ばれ、俺は電話のところへと向かう。どうやら電話はタイノからのようだ。あら。なんすか、タイノ。もしもし。ああ、霧崎？僕、タイノだけど、なんすか僕の声が聞きたくなったんですか？どうしたんだ？いや、僕たちでさ、原因を探らないか？うわ、また踏み込もうとしてる。なんの？だから、ミクさんの失踪の原因さん。失踪？タイノまでそんな言葉を使うなんて。ミクの家で話をよく聞いておけばよかった。失踪って言ってたかどうかっていうことね。なあ、聞いてるのか？ああ、聞いてるよ。聞いてるよじゃないよ。だから公園に来られるのかって聞いてるんだよ。今から？どう考えても怪しいやん、この時間から外出ていくの。アツコはどうしてるんやろうね。え、公園？アツコも来るってさ、霧崎も来んよ。マジかー、アツコ来るんかー。アツコも？ああ、公園で待ってるからな。絶対に来んよな。そう言って、タイノは一方的に電話を切ってしまった。アツコも来るのか。なんかさ、行くと危険な気はするけど行かざるを得ない感は出てるよね。大丈夫だろうか。最近、アツコの言葉数が少なくなっていることは、心配の一つになっている。何かを話したいのに話せない。あ、単純にショック受けてもなんか、喋れへんとかっていう話じゃなくて、喋りたいことは実際はありそうな感じはするんや。そんな雰囲気がしてるのだが、とにかく公園向かうしかないか、行っちゃうんですか？水面。え？突然父さんに呼び止められた。サトル君には気をつけろ。父さんはそう言うと、再びリビングへと姿を消した。外へ出て行きそうってバレてるんかな？今から晩ご飯時な気するんやけど、そんなことないんかな。とりあえず公園へ向かうか。どう？暗い？こんな外さ、夜とか、まだ夕方か。ふらふら出て行っていいもんなんかね。空はだんだんと暗くなりつつある。でも真夏でしょ？夏休み入って、ま、7月後半ぐらいでしょ？もう夜よね、結構。セミの鳴き声が静かな公園にこだましている。7時前とかそんぐらいじゃないんかな。人気のない公園。それはなんだかとても不気味に見える。約束の場所。電話ボックスのあたりに向かうと、そこにはすでにアツコの姿が見える。アツコは電話ボックスの中でどこかに電話している。どこ？まさかサトルくんに一人で電話かけてるわけじゃないよね。どこにかけているのだろう。アツコ。俺の声にアツコは体をビクッと震わせた。あ、霧崎くん。どこへ電話してたんだ？家にね。遅くなるからって。いや、まあ、ほんまに家なんやったらいいけどさ。そうか。それだけよ。そう言ったアツコの目はどこかうつろな感じがした。俺を見ているようで、どこか遠くを見ているようだ。もっと俺のこと見てください。おう、集まっているねー。のんきな声が背中に響いた。振り返るとそこには奴がいた。早いねー、みんな。タイノは手に何かの用紙を持っている。それは、一つは、クラスの緊急連絡も前も持っていたよね、これ。もう一つは、先日、電話ボックスで見つけた緊急連絡網のプリントだった。ああ、はい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 。ね、なんか、謎のね、赤と青で名前が書いてあるね。これ結局何か分かってないよね。ほい、霧崎、これ。俺はタイノからその2種類のプリントを受け取った。俺は、選択肢。え、破りはせーなー。新しいネタ聞かせろよ。ちょっと一旦こっち行ってみるね。これどうしたんだとタイノに問う。聞いてみたい。このプリントどうしたんだ？ああ、あの日、この電話ボックスからくすねておいたのさ。何か重要なものだと思ってさ。そうか、この名前、何なんだろうな。
さあ、それを調べることもまた今日の目的の一つなのさ。そこに連絡網に書いてある人のところに行って、この名前知ってるって聞いてみるが、いいんかな、その対応する人のね。そうなのか？ああ、そうだとも、これには何かある。はぁ、視線。その時、また、あの視線だ。サトルくんですか？公園でいつも感じる視線。でもこれ公園じゃなくて最初は葬儀場で感じたもんね。また茂みの方から感じる。茂み行こう。一体誰が俺を見ているというのだろう。俺はそれに答えを出すべく茂みの方へと歩みを進める。桐崎、そういえばさ、邪魔するんじゃねえ。なんすか。タイノに呼び止められ、俺は動きを止めた。なあ、桐崎もアツコちゃんもさあ、ちょっと森へ行ってみないか。森。どうして森へ？公園の近くにあるの。あ、そういう感じね。ちゃんと舗装はされてるんや。タイノが言った森とは、公園の片隅にある雑木林のことだ。ここはカブトムシが取れることから、夏の間は子供たちの人気スポットになっている。しかし、こんな夕暮れにカブトムシ取りもないだろう。なんで森へ行くんだ？まあ黙ってついてくるのさ。なんか心当たりがあんの？タイノは呆然と立ち尽くす俺たちには目もくれず、一人で森の方へと歩いて行ってしまった。こうなったらついていくしかないか。俺はプリントをポケットに突っ込み、アツコと共にタイノの後を追う。うわ、びっくりした。誰の罠かと思ったよね。ふふふ、だいぶ暗くなってきたことだし、まずは肝試しと行こうかと思うのさ。言うて舗装されてるんやったらそんなに危ないところでもなさそうな気がするんやけどね。おい、ミクのことを調べるんじゃなかったのかよ。それはこの次だ。このオカルトオタクめ。森の奥は完全に暗闇に覆われている。数メートル先の木々もよく見えない。そんな中を俺たちは進んでいった。ここまで来たらタイノに従うしかないか。どんな感じの森なんです？森の奥へと進むにつれ、だんだんと周りが暗くなってくる。鬱蒼と生い茂る木々が陽光を遮断しているんだ。アツコは俺のシャツの裾をギュッと握った。あらん！あらあら、ときめき展開じゃないですか、それは。垂れ下がった木の枝をバサバサと払いのけながら、タイノは先へと進んでいく。おい、タイノ、ちょっと待ってよ。顔しとるやん。ついてこないと置いていくぞ。ちょっと待ってって。ちゃんと懐中電灯とか持ってきてるんかな。バサッと音がして森を住処にしている鳥が飛び立った。その音に俺の心臓が反応する。タイノはどんどんと先へ進んでいく。もうシルエットしか見えない。なんそんな先行くの？ちょっと自分勝手な行動は慎んでください。アツコは不安そうな顔して俺のシャツの裾を握り締める力を強める。腕とか組んじゃいます？タイノは、正確にはタイノのシルエットはだんだんと小さくなって、そして消えた。消えた？俺たちは慌ててその後を追った。小ぶりな木の枝が目の前を遮る。それを両手でかき分けながら、俺たちはタイノが消えた現場へと向かう。もうどういうつもりなの？それともさっさと行って脅かそうとしてる？息が切れる。これは運動不足から来るものか？それとも、これから起こることへの不安から胸がドキドキしているのか？それは俺にはわからない。タイノが消えたのは確かこの辺りだったな。崖があるとかないよね。落ちちゃったみたいな。木々の間から差し込む夕日が大木を赤く染めている。その大木の真下、そこから突然声が聞こえてきた。霧崎、危ないさ。タイノ？下だよ、下。あ、この中か？井戸？入っちゃった、落ちちゃった。そこには直径2メートルぐらいの穴がぽっかりと口を開けていた。これは古井戸の跡か何かか？そしてタイノはそこに落ちたのだ。痛そう！それは痛いやろ。霧崎、何かロープみたいなものないか？それで引き上げてほしいさ。あー、ちょっと待ってろ。俺は近くの大木に巻きついた鶴をもぎ取る。鶴でいける？
両手でそれを引っ張り、強度を確認してみた。どうやら大丈夫そうだ。足とか捻挫とかしてそうじゃない？おい、痛いの。これでとりあえずやってみよう。聞こえないさ。だから、今から鶴を下ろすから、それに捕まってみてくれ。わかったさ。スルスルと鶴を下ろしていく。どうやら、井戸の底についたようだ。そこってだいぶ深いよね。そんなに深い井戸ではないのかもしれない。あ、そう？よし、引き上げるぞ。その鶴は思っていたよりも頑丈だった。引き上げたさ、タイノのさ、姿が、なんか、ねえ、全然違うものやったりとかせえへんかな、なんか。タイノはそれに捕まり、なんとか井戸の縁に両手を伸ばす。普通に出てきたな。ふう、助かったさ。お前な、先走りすぎなんだよ。ごめん、ちょっとはしゃぎすぎたさ。まあいいじゃない、こうして無事に助かったんだし。しょぼくれたタイノ、アツコがフォローする。そうさ、じゃあ行くぞ、切り裂き。ほんまにただルンルンで先行って井戸落ちただけの人やん。あっさり立ち直ると、タイノは再び先を一人で歩いて行ってしまう。全然懲りてないぞ、あいつ。再び、タイノがシルエットになるまで、そんなに時間は必要としなかった。またかよ、またなんか落ちるぞ。あっという間にタイノは見えなくなってしまう。まったく、もう一回突き落としてやろうか。カラソじゃん。とりあえず、俺たちもタイノの後を追おう。放っておいたら、またどうなるか知れたものじゃない。その時だ。夕闇の中でシルエットになっているタイノの歩みが止まったのを、なんか発見しました？そして、タイノの真上にはもう一つのシルエットが見える。あれは何だろう？何？上？まるでロープのようなもので吊るされている人のようだ。それはちょっと見てはいけないもの発見しちゃったんじゃないんですか？タイノはその場から動こうとしない。一体何を見ているのだ？うわあ！タイノの叫びに森がこだました。だってロープで吊るされてる人とかでしょ？ここ何ですか？樹海なんですか？俺たち慌てて先を急いだ。どうしたのだろう？タイノ！うわあ、切り裂き、切り裂き！そこは多少開けた空間になっていた。真ん中には大きな木が一本生えていて、そしてそこには、逆さづりにされたミクの亡骸があった。マジか、なんか全然普通に首吊りしたいかなって思ったんやけど、そういうこと？しかも逆さづり？ネックレスつけてるね。キャー！あつこ大丈夫か？木々の隙間から夕日が差し込んでいる。それが照らしているミクの遺体は、彼女が死の間際にまとっていたものと同じ。あの事件の日と同じ服を着ている。そして胸からだらりとぶら下がっているペンダントも見覚えのあるものだった。こんなとこに吊るされてたってこと？持ち去ったというよりはっていう感じよね。あたりは騒然としている。警察が到着し、ミクの遺体は森から運び出された。そこにはミクの母親の姿も見える。第一発見者である俺たちは警察から事情を聞かれた。それは簡単なものだったが、アツコはかなりのショックを受けているようだ。ミクの遺体が盗まれて、それが、そして森で発見された。これを考えると、一つの可能性に突き当たる。それは、すべての始まりはあの賭けだった、サトルくんね。サトルくんが本物かどうか、一人孤立したタイノとそれを確かめるべく電話をかけたミク。きっとタイノには自信があったのだろう。え、タイノが殺した？そんなことないよね。必ずサトルくんと話せるという自信が。しかし、ミクの一言、何も言われなかったわ。この一言は、タイノのメンツを潰すに十分だった。それからタイノは断るごとに俺たちと行動を共にしてきた。ミクのことを調べると言いながらも森へと入っていき、そこでミクの遺体を見つける。あまりにもそれはできすぎているように思えた。そういえば、俺が感じていた視線の主の元へと歩いていこうとしていたとき、呼び止めたのはタイノだった。タイノがサトル君にもしかして取り憑かれてる？もしかしたら共犯者がいるのかもしれない。
なあ、タイの、お前何か隠してないよな。でもそうやとしたら死体を見つけさせた意味って何なんやろ。サトル君はいるよっていうことを、なんやろ、リアルにしたかったみたいな感じなんかな。え、何を？いや、なんでもない。こいつは狡猾に嘘をつけるような人間ではない。今の反応も素だろう。もしタイノが犯人だと考えると、一つ疑問が残る。どうしてミクの遺体を盗んだのか。なんかそんなね、暇もなさそうやけどね。告別式の日、タイノは俺たちと行動を共にしていた。その時のアリバイはきちんと立証できる。しかし、俺たちが別れた後、すなわちミクの遺体が盗まれたとされる時刻、彼が何をしていたのか、それはわからない。路上で別れ、公園で出会うまでの数時間、タイノは何をしていたのだろうか。ミクの遺体を盗む動機はあるのか。ねえ、それはね、わからんよね。わー、セルフクエスチョン来ましたね。ということで、じゃあ本日のデータベースタイム行きましょう。タイノ？そうなんていう感じはするけど、キョンシー呼んでいきましょう。キョンシー、ジアンシーとも言いそうなん？とかく、キョンシーって読むってことなんかな、これ。なんちゃらは固まったを意味し、なんちゃらは屍。つまりは死後硬直した屍のことであり、キョンシーはその死体が妖怪化したものである。古来、中国での死者の埋蔵は土葬で死体が埋められて腐らずに千年の時を経ると、大地の気を吸い、やがては動くようになり、人に危害を加えると考えられていた。キョンシーは昼間、棺桶の中に眠り、夜間のみ動き出すと言われている。一見ドラキュラ等に近い存在のようにも見えるが、ドラキュラが生き物としての思考を残している存在であるのに比べ、キョンシーになると生前の記憶や人間としての思考などは、すべて失われてしまう。ほんほん。もちろん言葉などを喋ることもなく、ただ人を襲う存在となってしまうのである。また、追いかける際には死後硬直のため、両手両足を伸ばしたままぴょんぴょんと跳ね、かじりつくと言われている。あ、だからそんなポーズ取ってるんや。一説にはキョンシーにかじりつかれたものは同様にキョンシーになってしまうという説もある。また、なんちゃらという字には倒れたという意味もあり、そうなんや。キョンシーとは生き倒れた死体であるとも言われている。古来中国の道教の術に超死術というものがあった。超死術とはキョンシーを作り出す術だと考えられているが、もともとは故郷を遠く離れ、亡くなってしまった人間の遺体を故郷に運ぶための術であったと言われ、読んで字のごとく硬直したままの死体を、さも死体が自ら跳ねているかのように動かす術であった。運ぶための術？なんか一気になんかね、オカルト感が減る感じするけど、そのことからキョンシーは生き倒れた死体がなるものであるとも言われている。なるほど。なんか昔映画でちょろっと見たことある気がするんよね、キョンシー。次、ポルターガイスト。行きましょう。ポルターガイストとは、手も触れていないのに、突然に物が空中を舞ったり、ドアが開閉したり、壁を叩く音がしたりする心霊現象のことである。ポルターガイストは、もともとドイツ語で、ポルター創造しガイスト幽霊。つまり、その現象の通り、創造しい幽霊を指す。創造し言われてるよ、幽霊さん。ポルターガイスト現象が歴史の上で初めて記されるのは、西暦858年にまで遡る。結構昔の話やね。ドイツは、ビンゲン地方の農家で、僧霊が石を投げ、激しく壁を叩く音がしたという。これらは、ポルターガイストによく見られる現象で、この時は僧侶に悪魔払いの儀式が行われていたが効果はなかったという。その後、現在まで数多くのポルターガイスト現象が各地、世界の各地で発生している。1850年にはアメリカの牧師宅でポルターガイストによって部屋中の家具が投げつけられ、石を投げつけ窓ガラスが割られ、部屋の紙が突然発火し、またその家の子供は宙吊りにされ、詰められたりしたという、もう大事件やん。また時にポルターガイストは声を発することもあるというが、ほとんどの場合その発言は嘘であると言われている。また日本でも江戸時代には池袋村出身の女性を給仕として雇うと、その家では物が飛んだり石が降ったりするなどと言われていた。1882年にイギリス心霊研究協会が
発足して以来、ポルターガイストの研究は盛んに行われた。その結果、現象が起きる家庭の多くには、10代の子供がおり、それら思春期の子供たちが関連しているのではないかと考えられていた。霊的な存在が子供たちが持っている高いエネルギーを利用し、家具を動かしたり、音を立てたりしているのではないかというのである。高いエネルギー、子供っても、絶対持ってるの、それって。一方で、近年の日本で起きたポルターガイストの調査によれば、物体にはそれぞれ振動周期というものがあり、物体や風や水流、あるいは人間には感じられないほどの微弱な地震が原因で振動を起こすことにより、建物がその振動に共振し、建物自体が振動することがある、ということが分かった。じゃあ霊的なもんじゃないっていうこと？しかしそれは家具が飛び交ったり、声が聞こえたり、あるいは体をつねられたりという現象は説明できない。まあそうよね。飛び交うのはかなり偉いこっちゃやもんね。ほんまに起きてるんかな？ポルターガイスト現象は現在数千例以上の実例があると言われているが、果たしてそれが科学的に説明のつく現象であるのか、例によるものなのか、その真相の解明にはさらなる調査が必要である。ポルターガイストなんかね、会ったことある人います？私はないんですけどね。コックイさんの話やん。だいぶ前やね。本庁と所轄、警視庁のことを別名本庁という。警視庁は日本の首都東京を管轄とする警察本部であり、その規模は他の警察本部などに比べ別格と言ってもいいほどに大きいものである。その警視庁の傘下に置かれた警察組織、それが俗に所轄と言われるものである。所轄署は第一方面本部から第九方面本部まで計9つの方面本部に分かれており、都内の人口によってそれぞれ所轄区分、つまり担当区域が定められている。東京都内で南方化の事件が起きた場合、この担当区分によりそれぞれの所轄の刑事が赴き捜査に当たることになるわけである。ここでその事件が殺人などの大きな事件である場合、さらに捜査に加わるのが本庁の刑事である。こうした場合、本庁の刑事は所轄署に設置された捜査本部に詰め、事件解決までの所轄の刑事とペアを組み捜査に当たることになる、となる。それがあれですか、柿の種くんと小暮さんのことなんですか？また本庁の刑事は、刑事の中でもエリートであり、捜査のプロフェッショナルでもあるため、この場合捜査の主導権は本庁の刑事が握ることとなる。なるほど。おー、だいぶ読めてきましたね。今、取得率自体は 70%。ということで、次回はこれですね。セルフクエスチョン。やっていきたいと思います。ということで、ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でしたー。